ございます。どうもりょうです。カオシドイドです。はい、今回なんですけれども、はい、今先日行われました、はい、リバプール VS マンチェスターユナイテッド、はい、はい、こちらの試合についてね、うん、語っていこうかなというふうに思っております、はい、いやー、名勝でしたね。やっぱね、アンフィールドは、はい、なんかみんな死に物狂いになってるか、はいはいはい、アウェーチームがもちろんリバプールのファンにはならないけど、うん、アンフィールドのファンにはなりそうですね。確かにもうあんなに独特な雰囲気を作れる、しかもあれ客なしですよ。そうですね、客ありのアンフィールドなんて、まあ俺なんか行ったら失神するだろうね。いや、すごそうですよね。そんな中で、あの堂々たるプレーのユナイテッドもさすがと、うんうんうん、まあ僕はね、こう前回、まあ、過去に、まあ、スルシャが名勝だったので、はい、動画上げましたけれども、はい、いや名勝でしたね。いやあんな戦えるようなチームを作ったとか、いや名勝でしたかね。わかんないですよ。まだわかんない、シーズン通して。そうですね。結果は、ね。ただこの試合でのユナイテッドはとにかく素晴らしかったですね。はい。うん、まあといったところで今回は、はい、まあリバプールまた対してユナイテッド、はい、このお互い良かったところ、悪、はい、かったところ、気になったところ、はい、この辺をねちょっとね語っていきたいなと思っておりますね。大丈夫か。はい、では早速やっていきましょう。レッツゴー。といったところで、はい、まずはですね、はいはいはい、やはりアウェーチーム、はい、ユナイテッド、こちらですこちらの堂々たる戦いぶりはいかにということでね、はい、いや素晴らしかったですよ、ね、ユナイテッドは、ね、アウェー戦と、まあ、トッテナム戦となんか近しいものを感じたのかなって、はいはい、アンフィールドでね。なるほど。やはりこうチャンス自体のシーンがユナイテッドの方がこう多かったとデータにも現れておりましたし、はい、で一つ、まあ、ツイッター上のね、まあ、コメントで一つ気になったというか、うん、はい、あなるほどなと思ったのがあるんですけど、はい、まあ以前ならば、はい、ユナイテッドって、はい、まあ、リバプールアンフィールドで勝ち点しとったら、うん、もうバーンザイやと、そうですね、負けなかっただけもうマシやと間違いない思ってるところが、うん、みんな悔しがってるんですよね。ここがな、ね、これが今のユナイテッドの好調っぷりよな。ユナイテッドサポをみんな悔しがってるのよ。はいはいはい、まあ、単純に、ね、リバプール強かったけど勝ちたかったよねって、うんうん、なんせスールシャール自身がそう言ってると、うわ、まあ、正直がっかりしてると。なるほどなるほど、ね、まあ、でも試合展開的にも、うん、まあ、はっきり言えばユナイテッドの勝ちの方が多分可能性はあったんじゃないかなと。いや、もうちょい時間が長ければ、はいはい、ユナイテッド勝ったんちゃうかなって思うようなね、いや試合ぶりでしたので、まあ、ユナイテッドのトップがね、そう思ってるってことは、みんなそう思ってるから。それじゃあ、意見は絶対なんでね。絶対なんでね。というところもありましたし、まあ、今回良かった選手って言いますと、やっぱりディフェンス陣は、全員良かったんですかね。はいはいはい、まあ、右からですね、うん、右から行かせていただきましょう。アンフィザガー自身も攻撃にやっぱり難ありと、はい、いったところは、まあ、弱点といえばあります。まあまあまあ、まあ、まあ言われてることでありますね。今回に関してはドリブルで運んでクロスで、うん、まあ、あのポルバの決定ですよ。演出したのはワンビサカでしたし、はい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 、まあ、攻撃があまり上手くないながらもね、うん、やっぱ頑張ってたところはあったのかなというので、まあ、最大の決定機を生み出したクリエイターはワンビサカでしたからね。ワンビサカということで、はい、まあ、2人目リンデロフ、リンデロフこちらも最近やっぱバイリーがよいよいよいと、うんうん、ここに来てね抜擢されたわけですけど、はい、まあ特にパス、まあチラシもそうですし、うん、まあ守備もそうですし、うん、十分なんかってリンデロフ結構やらかし性の高い、まあ、うん、ある時は、うん、とことやるタイプ、ね、やるとタイプなので、まあ、安定してプレーするだけでも、まあ、十分だったのかなと思います、はいはいはい、そして、まあ、こちらマグワイア、いや、ソファスコアです、はい、の評価点ですと、まあ、1番の1.1 があ、そっかそっかそっか、マグワイアということで空中戦勝率、地上戦勝率ともに 100% おお、圧巻ですね、あの1本気になったというか、はい、まあ、すごいなと思ったのはフィルミーノと競ったシーンですかね。あ、はいはいはい、あそこ完全にフィルミーノがナイスの動き出しで外したと思いきや、いや、マグニーが食らいつくなと、ね、まあ、キャップさすがやなと、まあ、リバプール側も結構やっぱ中央には侵入してきたと思うんですけど、はいはい、やっぱ中央は硬かったのはマグワイアのおかげなのかなっていうのは、そうだね、ありましたからね、ま、マグワイアもリンデルフも好調で、うん、しかも今は怪我しないバイリーも存在すると、うんうん、もうこれフォスメンサー居場所ねえな、もう行っちゃいましたからね。行っちゃったから。行っちゃいましたからね。行っちゃったから。はい。ということで、まあ、今回、個人的にマンオブザマッチだったね。はい。ルーク賞ですね。ルーク賞は。こちら、まあ、大体、大方みんな良かったって。そう。言ってますよね。まあ、ヨップもですね、配信後に話してて、はい、誰が一番良かったって言ったら、真っ先にルーク賞と、うん、答えてた通り、うん。いやー、ちょっとちょっと、ルーク賞さんが。まあ、攻守にわたって走ってるし、はい、サラーを抑えつつ、はい、スプリントするときはするし。攻撃面でも、はい、ラッシュフォードのパスから、はい、まあ、こう、一本抜けて、で、ブルーノが完全に合わせたんだけど、アリソンに防がれたシーンとかは、結構しっかりね、うん、あの、ちゃんとクロスも、うん、丁寧に上げてましたし。そうですね。というところもありますし、攻守にわたって効いてたのかなと思います。はいはいはい。はい。あとはですね、今回、起用でびっくりだったというか、はい。度肝を抜かれたのは、やっぱ、ポグバの右サイド起用。これですね。というところがあるんですかね、ユナイテッドは、うん。うん。こちら、ポグバがファーストチョイスになるのは、うん、どうなんっていうか、いい意味でも悪い意味でもないんですけど、はいはいはい。うん。一つ疑問というか、うん。まあ、実際、ブルー
ルーノのみだとやっぱりこうチャンスクリエイトって難しい、はい、今日の試合もねブルーノめちゃくちゃ活躍してたわけではなかったし、うん、そうですね、まうん、結構ね相手はもうまずブルーノを抑えに来ますから、そうですね、だからやっぱもう一人セカンドチャンスクリエイターという意味で、うん、ポグバを置くのはいいと思うんですけど、うん、4-2-3-1 やるならどうなのかなって、はい、純粋にウィンガーを置きたいところでもありますし、今のこうゲンスカットで考えるんだったら、うん、まあポグバか多分グリーンウッドだと思うんですよ。そうですね、右にグリーンウッド置いてしっかり 4-2-3-1 で戦うんだったら、うん、もっとよりウィングウィングしたとか、うん、攻撃に特化したグリーンウッドを置くのが理にかなってるんじゃないかという意見には、うん、まあ、確かにまあ納得は覚えるんですけれども、そうですね、俺逆にポグバだからこそできることもちろんたくさんあると思う、そういうのもあるんですよね、そう、うん、特に今のユナイテッドって本気で崩しにかかって点取るシーンよりも、うん、まあ、圧倒的にカウンターだったり縦に速い点の取り方の方も多いと思うんですよ、はい、そうなった場合はぶっちゃけそこグリーンウッドだろうがポグバだろうがそこの右ウィングのワイドの位置ってぶっちゃけそんなに違いは出ないんじゃないかなと思ってて、ね、特に対リバプール戦なんて言ったら、うん、もちろん基本的にリバプールボール持つじゃないですか、うん、で、まあ、ユナイテッドが引いてカウンター狙いってなってくるんだったら、うん、まあポグバ、まあ、最近好調っていうのもありますし、うん、起用は全然ありなんじゃないかなと、まあ使い分けかなと、まあそうですね、まあこう振っときなんですけどそうだなと思いました。はい、今回関してはよくありますけどね、全然良かった。まあ最後のアップダウンも結構ねポグバなりに守備とかも頑張ってまして、最後あの決定機外したシーンもめちゃくちゃ悔しがってたところもありまして、はいはいはい、やっぱこのポグバ今回の試合は良かったのかなと思います。はいはいはい、はい、あと一つはやっぱりラッシュフォード今回はちょっと良くなかった。じゃあ良くなかったっすね、まあ、足になんかついてなかった感というか、なんかちょっとバタついてる感もありましたね。そうですね、なんかユナイテッドのたびたび噂になるのはやっぱフォワードの補強っていうのもありまして、まあ、繋がっていっちゃうと、そうですね、まあ、今後とのラッシュフォードの立ち位置は危うくなっちゃうのかなっていうパフォーマンスぶりではあったのかもしれないですけど、まあそうですね、まあでも調子悪かったのかなって思ったシーンはありました。あのブルーノが落としてカウンターのシーンで、2対2のシーン、2対2のシーンで、まあ、カバーにもいい動き出して、はい、もうラッシュフォード何するのかなと思ったら、うん、もうチンナイベルゴ、うん、どこ行くねー普段のラッシュとかだったら、本当結構適切なところできたり、まあ、シュートもしっかり振り抜けてたところもあると思うので、ちょっと気合いはしたんですけれども、まあ、本領発揮したらやっぱりラッシュは素晴らしいものを持ってるんでね。まあまあ、今後ね、見ていきましょうと。そうですね。いったところです。はい、続きまして、はい、リバプール側ですね。はいはい。はい。こちら、リバプールは、まあ、なんと言ってもチアゴ・アルカンタラが、いやー、弱く加入してから4ヶ月ぶり、アンフィールドデビューということ。いや、そうよな。ね、そうなんかっていうか、そんな怪我してました。ね、そっかそっか。ね、感じですけど、まあ、こちら、圧巻のパフォーマンスを発揮したところです。すげえわ。ソファースコアで確か、単独最高の、8.1 を記録したところ、まあ、中でも素晴らしいなと言ったのは、6インターセプション。いやこちら攻撃もいや結構ねフレッチがよくマークついてますよ、はい、フレッチかわしてシュート打ったりパスしたりとか、はいはいはい、ありましたね、ありましたし、まあこれヒートマップこちらなんですけど、うん、全体的にめっちゃ動いてるんですよね、うん、というところもありますし、こう動きながらでも6インターセプション、はいはいはい、うん、こう守備でも貢献したということで、ユナイテッドのカウンターを阻止してたのは、はいはいはい、まあチアゴのおかげなのかなっていうのは一つありましたね。そうですね、まあ、はい、チアゴが来るときに、うん、まあこうやっぱプレミアの激しい中盤争いで、はい、まあ、チアゴってまあお世辞にもね、その守備が得意としてる、うん、フレッチの選手じゃないですから、うん、あれも順応できるって、もうチアゴ何もんと。いやー、うまいんだって。ちょっともうおかしいやーって思いましたね。ね、今回ね、ちょっとね、パスずれたりとか、うん、まあちょっとだけ、まあ本当に細かいミスですけど、はいはいはい、まあ本領発揮っていう感じではないのかな。うん、これでもまだね。まだ上ありますね。まだありますね、ということで、はい、今後ね、怪我せず、いやこれやっていけたら、まあ中盤はもっとどんどん良くなるのかなっていうのは、そうですね、思いますね。まあもうただでさえファビーニョとヘンドが CB やってる世界線ですから、うん、そうですね、まあチアゴが本当鍵に握ってるというか、鍵握ってますね、うん、こうなってくるとということもありまして、まあリバプールからしたら、まあちょっとネガティブな現状が多いというか、はい、そうですね、まあそうですね、まあこれ、まあ、言ってしまったらしょうがないですけど、まあセンターバックがいないことによるヘンダーソンセンターバックが、うん、そうですね、やっぱ中盤起きてえなってのは感じましたね。まあ、そうですね。まあ、ファミリーはもうほぼほぼセンターバックなんで。あれはセンターバックが置いといて。いいっすね。うん。ヘンドまでがセンターバックっていうのはやっぱりもう、きつい現状ですよね、これね。しょうがない。しょうがないんですよ。しょうがないんですけど、まあやっぱりリバプールが今攻撃で点取れてない原因でもあるのかなっていうのは一つ感じましたね。はい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 。で、あともう一つやっぱり、今リバプールすごく攻撃に苦しんでて、はい、ここ4試合リーグ戦でね、3分け1はいはいはい、で得点が2ということで、はい、まあ、1個前が7取ってるんで、パレステで7取ってるんで、まあなんとかごまかしてる状況でありますが、こちら今決定力不足がやっぱちょっと
セットプレー強いバティップや、はいはい、ダイクがいないっていうのもそうだし、うん、まあ、ここら辺でもだいぶ点取ってましたし、はいはいはい、まあ、中盤がそう、ね、変度が下がったことによって、はいはい、まあ、ボールが出ないっていうところもありますし、まあ、まず前線もちょっと焦ってはいるのかなと。まあそうですね、うん、まあ、実際サラあたりも結構無茶に仕掛けに行ったり、はいはい、まあ一つここ焦りっていうのが一つ見えたのかなとは思いました ね、 ね、本気でね、俺リバプール勝てえなと4位以内は、はいはい、思っていましたけど、はいはい、まあちょっとどうなんですかねって、まあ、思い始めていましたね。そうですね、もうちょっとピッチ外の怪我というか、そうですね、まあもうちょっとなんかね、不確定要素が多すぎてね、そうですね、なんとも言い難いって感じがありますが、まあ移籍問題って言ったらワイナルドゥムがちょっと契約延長がどうのこうの言ってたり、はいはい、サラーが移籍するんじゃねえのかとか、はいはいはい、まあいろいろチーム内のね、ごたごたあると思いますけど、うん、やはりでも負けない。こちら、そうですよ。67戦無敗。ああ、1戦ですと。67戦なんで多分、そうですね。3シーズン以上前ですね。最後に負けたのは。いや、ありえないよね。ありえないんですよ。いかれてますよ。そう。こんな、なんかね、ユナイテッドは絶好のチャンスであったにもかかわらず、うん、やはり倒せなかったっていうところなんで、はいはい、やはりアンフィールドの強さは健在ということもあります。そうですね。といったところです。まあ今回はですね、うん、まあリバプール、ユナイテッドのレマッチレビューさせていただきましたが、うん、まあ非常に面白い試合でしたね。いや、見てて面白いですよ、うん。アンフィールドでのやっぱりこういうビッグシックスだったり、うん、そういった強豪との戦いはやっぱ名試合を見ますね。まあ再三言うようですが、あの、アンフィールドで、なんで追い詰めたというか、うん、勝ち切りそうになったユナイテッドの進化もめちゃくちゃすごいし、うん、やっぱりアンフィールドで、うん、勝ち点1を持って帰るリバプールもすごかった。そうですね、お互い。やっぱり、何が言いたいかっちゅうと、うん、スールシャールは名将なんすよな。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッター、TikTok、Instagram は概要欄からお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ。